ますけれどもですね、一緒に乗り切っていきましょう。そんなわけで爽やかなミルク、よろしくお願いします。突然電話してこんな朝早くにごめんね、でも今日はなんだか素敵な予感で溢れてる。グラスに注いだミルクの白が弾いた光が僕のその予感を確信へと変えたんだ。こんなに近くにいたのになんで気づかなかったの。おかしいくらい君のこと。自転車を飛ばして大きな川を越えて風を切って今君に会いに行くよ。少しだけ勇気出して震える声で伝えよう。飾らないその一言だけでいい。君が好き。さあ雰囲気は分かっていただけたと思いますね。2番も同じでございます。だんだんと、体調を整えていただいて、喉の調子を整えていただければと思います。よろしくお願いします。での日々を僕は少しも悔やまないよ。こうして君と見つめ合う今が全ての答えさ。これから長い旅を二人、果てしないその道を二人、さあ強く手を繋いで、どんなに辛い過去も輝かしい未来なんて、今が楽しくなけりゃ意味がないじゃない。光を抱きしめて世界中に溢れ出せ、その笑顔が何より最高の奇跡の魔法。それでは、一緒に行ってみたいと思います。みんなで歌おうのコーナーです。歌っていただけますか。ちょっと待って今ちょっとノリが悪かった、ごめん。今これノーカットでカットお願いします。じゃあもう一回ねやってみましょう。さあ大変お待たせいたしました。それでは続いてのコーナーはみんなで歌おうのコーナーです。歌っていただけますか。あ、いい感じ。半分しか盛り上がってない感じしますけどね、強引に進めていきたいと思います。それでは皆さん準備はいいですか。一緒に歌おう。フレーズはこんなフレーズだ。ワン、ツー、スリー、フォー、ラララ。さあいかがでしょうか。もう覚えていただけましたか。じゃあ一回練習してみましょう。いいですか。ワン。うますぎますよそれ。さあこんな素晴らしい弘前を代表する弘前市民の皆さんの歌声をもうちょっと聞かせてください。それでは本番いきまーす。1 2 1 2 3 4 ララ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 ラ
難しくなるよ。続いて男性だけいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ラララ女性いきます。お願いします。いいね、ずっと聞いていたい。イエーラララ。さあみんなでお願いします。みんなで、みんなを愛してるよー。